皆さんこちらの YouTube のチェックみんなも今日もいくぞ、YouTube マスター。はい、さあということで今日はモモキングの戦い振り返ってみたー。はい適当ですからね。ということでね、往来編もストーリーもいよいよ後半戦に差し掛かりまして、ついにこいつダダーン出ました、アントマ単元だ。こいつなんかただの丸に見えるんですけど、はい、こいつ非常に重要な役割持ってまして、こいつが実はディスペクターを生み出していたというね、超本人なんですよ。はい、今までジュンドの近くにいたりもしましたけどね。はい、ということで、この辺でね、ここの、皆さん覚えてますか、これバラーン超重往来レッスン、年間重点アイテムです、年間重点アイテムでございますね。ここにね、実はこのモモキングとディスペクターの戦いがね、暗示されていたと。ということで、この今回は長寿大笑いレースにカードを入れつつ、今までの大笑い編もモモキング戦いを振り返ってみたいかなと思います。熱湯モモキング甲子園ってことなんですね。いやそうなんですよ、どんな戦いがあったのか、じゃあ早速やっていきましょう。いくぞ、はい、ということで早速やっていきたい。その前にまず長寿大笑いレースの最初の姿を、最初の姿をご覧ください。ジャバジャンジャン、こんな感じでしたね。はい、でボルシャックから始まり、ボルメテウスがイアール、カツキングがインが、まあ、未来よりモモキング、そして裏面もございまして、裏面がね、ライバル編ですね。はい、アルファディオス、ヘビで攻めたロマナフルナティックコート、神経ですね。未来を練るドキンダムと、ダムダムという感じなんですけど、じゃあこれは一旦こうしまして、一段でこいつらにどんなことがあったのかというと、この4枚でございます。ジャパジャン、でーん、これがね、重要カードでございます。まずはこのやっぱボルシャックモーキングネックス、あのボルシャックの力とモーキングが共鳴し、ボルシャックの力受け継いだというね、スターシングとかグリートに入れてもらって、ちょっとこれをそうですね、徐々にじゃあ1枚ずつ入れ替えていくってことですね。はい、でさらにこう敵側のね、最初のディスペクターのボスとして来たのがこのドルファディオムですね。まさかあのドルバロムとアルファディオスが合体するとは思わなかったですよね。とんでもないやつ来たぞ。これは長寿笑いのやつなんでいうアルファディオス。そうですね、はい、これがモモキング戦ったというわけでございまして、あとこれも一度入れて、これもアルファディオス、アシスタントも一度入れておいて、はい、でさらにこのね、襲ったらそれだけでございませんで、バラで攻めたる、でとんでもない13万の超重量級ディスペクターなんですけど、これで現メンペラーと戦ったり、そしてこのね、忘れちゃいけないマテーレングス、外石 R、 外石R は誰と戦ってるブランドと戦ってたと、ね、いうわけなんです。これ戦ったアイテム重要ですから、はい、これ、ね、覚えてくださいね。覚えておいてください、はい、入れ替えてみまして、来たこっちがこんな感じになっておりますね。前のとガイアボルシャックになってますね、はい、そしてガイゼキアール、これディスペクターですね、ディスペクターが、ガイアールの位置に来た、位置に入っちまったと、やべえぞと、なるほどいう感じで、じゃあ裏も行きましょう、裏も行って、うわドルガディオム、ディスペクターですね。いや、バラで攻めたらもディスペクター、これやばいっすね。そうですね、はい、さあこれが第1弾、これ第1弾のことでございますね、はい、じゃあこれ一旦また落ちてもらって、じゃあ第2弾、ここからが第2弾、第2弾、まあ、どうなったかと言いますと、まあ、やっぱボルシャック、モーキング、ネックス、ドルガディオム戦ったんですね、結果はモーキング勝ちました。詳細は省くか、詳細はね、あのフレーバー的質問にいただきたいんですけど、そしてあの切り離されたアルファディオ魂とモモキング共鳴し、アルカディアス一気の力を手に入れると、そしてアルカディアスモモキングになるわけですね。なるほど、元気がめちゃめちゃ強い、これが、そしてじゃあこれも入れといてもらって、さらにさらにですよ、ガイゼキアールとブランドが戦ってました、そして見事倒してガイアールもね、ガイアールの力を得るわけです、ブランドも、ブランドが倒して得た、ガガガガイアールブランド、こちらもスター進化の力をゲットするわけですね。ああそうですね、これが、じゃあってことは外敵 R と入れ替わるんですか。外敵 R と入れ替わります。なるほど、さっきディスペクターを倒し、スター進化の力を手に入れる、なるほど、アルカディアスモモキングもさっきのドルファディオクと入れ替わってる、そうなんですよ、それがねポイントでございます。しかし敵側もどんどん来ますよ、新キャラが、大ラヘが大変ですよ、やられてるだから敵のね、2段の大ボスへのこいつ、禁じ込んせよ、ドキンダネ22、とんでもないね、これね、ミラーランケとドキンダムが終わったら、もう最悪のリスクと言っても過言ではない、こいつが襲来してるから、これドキンダムの位置にお願いします、はい、で、さらにそれだけじゃございませんで、このね、2体、
まさかあのボルメテがね、いきなりスペースになっちまうとはね、敵の手に落ちてしまうなんて、びっくりしましたね。あっていいことか、ね、驚きましたよこれは。はい、白装光線ボルメテ、ザイトメルキスとガイアトム6、はい、はい、あの外銀河もディスペクターになって登場してきてしまうと。なるほど、いや参ったな。じゃあこれもそれぞれ1に置いてしまおう。いや参っちゃったなこれな。ムーちゃんが大変そうだ。ムーちゃんが大変な子ですね。はい、ということでここまで入れ替えてみよう。やったー、これ2段ですね。はい、2段終了。はいはい、ちゃんと外石 R が倒しまして、ガイアルブランドになった。やったー。しかし、しかしですね、ボルメテウスと今度は外銀河がなんとディスペクターに。なんと大変ですね、ボルメテウスマジで。じゃあ裏面も、はい、裏面も結構変わってますよ、今回は。はい、あ、よかったね、ここ、浄化された感じ、浄化された感じ。ブルマグロムがあれからしてモキになり、はい、しかしこの ね、今度はドキンダンド22というとんでもないやつが来てしまうと。これが2段ですね。はい、これじゃあその第1弾でディスペクターだったやつがスター進化の方にはいるかあったの。倒したらスター進化の力をゲットしてる場合が結構あるということですね。でも全部スター進化にしようぜっていうね、そう目標はあるんですね。目標、最終的に最終目標、そういうことなんです。これが2段でございます。これが2段。はい、はい、でも次はね、7月パックと9月、はい、魂の章じゃないですか。技の章と、ほら、第3のエタルプリネアーズについて話していくんですけど、はい、ね、あの技の章にはこいつがいました。デデデン、熱血英雄、モモギンガー。そうなんです。スター進化ですね。はい、ガイアコンチックスが倒されたことによって、まあ、ガイアの力が解放されて、それがスター進化の力と共鳴して、モーキングがガイギンガ力を手に入れると、はい、いうことで、じゃあこれを一旦これガイギンガですね。ガイギンガ、これが7月パックでございました。はい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 、はい、続きましてですよ。9月はね、よりとんでもないようになってる。第3弾ですね。はい、とんでもないようになってるんですよ。まあ、ドキンダンデ22と、まあ、ボルシャッカーのモーキングの戦いがあって、まあ、勝ったんですけど、はい、なんとか倒して、うん、ついに来ちゃいます。ででん、来ましたね、禁断ヒーローモーキングダム X。まさかね、あのめちゃめちゃ、要はボス中のボスじゃないですか、ドキンダムって、うん、優しいモンカードキンダムいましたけど、ね、甘えん坊のドキンダムいましたけども、はい、まあ、モーキングダムはドキンダムの力を得るというすごい展開になっておりまして、これドキンダムの方にお願いします。ドキンダムがついにモーキングとね、うん、しかしでも敵もね、もう本当毎回言ってるけど、また毎回言ってたけど、敵も結構とんでもなくて、すごいよ、とんでもなくて、はい、ででん、霊木接続王ロマノフリラーゼロ世。ゼロ世、これはまたロマノフですね。まさかあのロマノフ、ロマノフといえばね、あのガキラ様のすごい切り札ですけど、うん、それとシャングリラ、うん、無情の極みシャングリラがね、ディスペクトしてしまうという、うん、ゴートゥーディスペクト、ディスペクトしまして、僕強すぎるでしょ、この能力。いや強いよ、やばすぎる、ね、背景ストーリー世界でむちゃくちゃことやってましたが、じゃあこいつじゃあ一旦ロマンのことで、はい、でそしてね、ここで実は結構重要なことあるんですけど、うん、このね、第3弾に1個ね、特別なことがありまして、まずこのこいつ、詳細で言うギュカウスマグル、はい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 、こいつはカツキングと牛人馬のディスペクターなんですよ、うん、でカツキングもこの往来列に入ったんで、うん、これちゃんとというか12枚の中に入ってるんですが、うん、実はもう一人いるんですよね、うん、3段には。あ、はい、皆様分かりますか、こいつですね、ダダダン、禁断竜王ボルバレイト、ボルバレイト、こいつはなんかだって いたこいつ、いやまあそれいないよね、そういうの登場ぐらいですね。確かに、ボルバレザークと V8 のディスペクターなんですけど、うん、どっちもいない、ね、何なんと、何なんというのはちょっと今ここに、はい、ここにね、ちょっとずらずらずらと開いてほしいんですが、はあ、こちらですね、この未来王竜モモキング、はい、ここに秘密は秘密がありまして、うん、これちょっと取りますね、はい、取ると実はこのね、裏にね、あの禁断文字が、はい、文字書いてあって、実はこのどういうディスペクターが来るか予言してたと言われているんですが、はい、言われてるんですけど、ここにはね、とんでもないことが出てます、はい、ここには隠されし12番目の王来たる的なことがね、はい、我々の研究で明らかになりました。これはね、前にね、ちょっとズンソンの動画でもね、紹介した、そうなんですよ、うん、なので実はこの隠された12番目の王とは、このボルバル8、ボルバル8のボルバル8のことなんですね、はい、これを予言したということで、でここにじゃちょっとこれは、はい、未来王にモーキングを入れていただきましょう、はい、はい、ということで、じゃこれをこっちも入れてもらってお願いします。はい、禁断の隠されし12番目のっていうのはボルバルザークのこと、そうなのかもしれない、かもしれない、かもしれない、わからない、何もわからないんだ、スペクターについては。
はい、ということで、はい、第3弾までのはい、あーありがとうございます。いや、これも随分変わりましたね。そうなんですよ、カツキングのところはギュカウツマグルになり、はい、あのね、ガイドシックス倒したらね、モーギンがあったらいいんですが、はい、なんかヤバいやついる、ね、隠されし12番目の方、うん、ね、こいつに座を取られたギュカウツくん、どんな気持ちなんですかね。あ、しょうがないけど、このね、パワーギュカウツくんはキングマスターじゃないですよね。ね、そうなんですよ、ね、多分いろんな、ね、ドラマがあったんだと思いますが、はい、さあ、この裏面もね、重要でございますよ。そうなんですね、こっち側は基本的に敵側だったんですけど、まあ、まずロマノグリラ、ロマノグリラゼロ勢が、ね、もうやばいっすね、ほら、まがまがしい、ちょっとまがまがしい感じしますね、はい、で、さらに、やっぱこの端っこのこいつ、はい、モモキングダム X、うん、まさかそこがね、いや、そうそうそう、モモキングになるとはなるとは思わなかったですね。モモキングに闇文明が入っちゃうっていうね、はい、なかなかないですね、なかなかないって、これが今ね、第3弾が終わったところでございますと、はいいうことなんですけど、うん、ということで今日はね、これで終わりません、はい、実は10月発売 の、 あの究極のショーユニティングマックスパックにもこの超常オーラレーズに関するが入ってます。なるほど、ということで今日はその実物を持ってまいりました、はい、でべべーん、出ました、ドルメデウスのヨーキングとゲームエンプラヘビースター。コロコロにも載ってましたね。そう、これコロコロ10月号に載ったんですけど、はい、そうなんですよ、ボルメデウスホワイトメルキスを倒してボルメデウスの力を回復したんでね、モモキンがボルメデスの力を引き継いだ。さらにあのバラデスメタル、はい、でずっとあの一段が落ちてましたが、はい、バラデスメタルの力も解放されたんで、このゲームでヘビースターというね、ヘビーデスメタルの力を得るということで、すごい2枚が追加されてます。これもちょっと足してもらいましょう。はい、コルピア飛んでますからね。飛んでますね、大変だよこれ。はい、改めまして、こんな感じ。はい、こんな感じ。これが、ね、10月のだいぶ変わったね、これが。だいぶスター進化が増えてきましたね。そうですね、結構ね、はい、こっち今のところスター進化が、こっちから 1,2,3 の4の 4, 4で、リスペクトが2体と。なるほど。いや、ギュカウツマグルとボルバレーと一体ね、どんな感じなんだよ。どうなっちゃうんだろう ね。3分の2制圧してるな、こっちは。で、裏面もいきましょうか。裏面もズズズズイと。いましたこっちも結構ね、スター進化増えていましたけど、アルカリスモーキングいて、ゲームメンバーのヘビスターもスター進化でございます、はい、ただ、敵としてこのロマノグリラゼロ世もいるし、うん、って感じですね、はい、しかし、でもこれ気になるのこの2体、ね、まだまだまだノータッチ、ま、入れ替えてないですよ、新帝のゴルゴと、ライオネル、うん、さあ、これは一体どんな形で来るのか、うん、楽しみですね。まあ、多分4段で来るんじゃないかな、多分4段で来るんじゃないかな、多分4段で来るんじゃないかな、これはぜひね、お楽しみ、楽しみということで、はい、なんですけど、今日はね、はい、実はこの超獣往来列伝にちなみに新カードを1枚持ってまいりました。おーい、往来列伝を乗せて、お、本拠、これのなんと、超獣往来列伝の中にね、あの12枚の素晴らしいカード入ってるんですけども、はい、そのドキンダムにちなんだカードをね、はい、持ってまいりました。おお、実物でございます。お、見せていいですか。どう、すごくない、なんか一回 CM 行きます。 CM 行かないよ。行かないよ。これもどう、ムーちゃんのリアクションタイム。なんかなかなかね、すごいね。裏面こうなの。そうなんです、じゃあ見せます。このカード、ババーン、禁断解放せし X。 わかります、禁断の鼓動でございます。そうですよね、そうなん、禁断の鼓動って裏面が普通、どういうこと、普通にデッキに入れられる禁断の行動でございます。10月発売のマックスパックに入ってるんですけど、はいはい、これがどういう、まあ、禁断行動なんで、コスト2を払ってバトルに出します、はい、そうすると封印を6つ付けカードを1枚引く、はい、で、封印は普通のドキンダムと同じように、あの火のコマンド出すと外れてきます、はい、で、全部外れると、手札、墓地、マナゾーンからクリーチャーを1体探して好きなの出す、うん、っていう効果を持ってます、うん、面白い。そうなんですよ、デッキの中にこれが入る、デッキの中に入るドキンダム、つまり、なるほど、これがなかなかすごい、これオリジナルでも、そうなんです、はい、さすがチアリ君、気になっちゃった、言おうと思ったこと言いました、オリジナルでも使えるドキンダムなんですよ、実は初めて、なるほど、はい、今までは、はい、それはレッドゾーンデッキにこれを入れてもいいです、オリジナル、うん、結構いろんなデッキをね、面白く強化してくるんじゃないかなと思ってます。ワンドローついてるのいいね、いいね、そうそう、っていうのは減らないです、減らないからね、2ターン目ってやつを出しておけばね、いつかはいいことしてくれるというね、こういうちょっと変わった、うん、昔のすごいカードリメイクとかがリューキングマックスパックにガンガン入ってますので、皆様ぜひご期待ください。はい、ということでね、今日は超獣往来列伝をね、今3段までの段階で振り返ってみましたが、これまた1年の終わりにやりたいね。そうね、4段ね、何
になってね、全部で切った時にどうなってるのね。まだ言えないんだけどね、読んだんだともっとすごいこと起きてんだよ ね、 ちょっと本当にね、これはね、とんでもないです読んだ、うん、ぜひお期待ください。ちょっと先ですけど、お期待くださいと、はい、ください。ということで、この動画面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、はい、そしてコミュニティ投稿も様々ありますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで、本日の動画はここまででございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、うーん、出るまさー。